お疲れ様です。パーソナリティのカノンです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。さて今回のテーマは、竹島軍事演習にアメリカが激怒、前例のない異例の事態の裏には隣国によるジーソミア破棄があった？をお送りします。歴史上初めて批判された同盟国、2019年8月、隣国が竹島周辺で行った軍事演習に対してアメリカが生産的ではないと異例の批判を行いました。これは本当に異例なことで、隣国と日本の領土問題にアメリカが踏み込んだ初めての事例でした。もっと言うと、アメリカが同盟国同士の領土問題に口を出したことも初めてのことです。アメリカは同盟国間の問題については中立を原則としています。それは片方の肩を持つと、当然肩を持たれなかった方がアメリカに対して不満を抱くからです。アメリカを中心とした同盟関係が瓦解しかねないため、アメリカは同盟国間の問題については非常に慎重な態度をとります。ではなぜ隣国に対してだけは異例の批判が行われたのか。その理由は2019年当時の国際情勢と日系関係、竹島という地域の特異性にあります。2019年とやや古い話ですが、2021年12月末には隣国は再び竹島周辺で軍事演習を行いました。情報を整理するためにもお付き合いください。まず2019年という年と日系関係の組み合わせで思い浮かぶ事件の一つに、隣国による日本製品不買運動があります。隣国企業の不正輸出と不十分な取り締まりしか行わない隣国政府の姿勢が改善されなかったため、日本は輸出手続きの簡略化が認められるホワイト国から隣国を除外しました。輸出が行われないわけではなく、輸出の手続きが厳格になっただけなんですが、隣国はこれを輸出規制などと表現し、国民を煽りに煽りました。お得意の芸ですね。煽られた国民や民間団体が日本への報復として起こしたのが不買運動でしたが、隣国政府も報復を行いました。それがジーソミアの破棄です。2019年8月22日、隣国政府はホワイト国からの除外によって両国の安全保障協力関係に大きな変化が生じたことを理由としてジーソミアの破棄を通告しました。そしてその5日後の8月27日、竹島周辺で軍事演習を実施しました。この一連の行動がアメリカを怒らせたのです。それが異例の批判につながってきます。ジーソミアとは、互いに提供した情報の取り扱い、つまり機密をきちんと守ることや第三国に提供しないことなどを取り決めた協定です。秘密の話をするためのルールですね。勘違いされやすいんですが、互いに情報を提供することを定めた協定ではありません。このルールを守れば情報を提供することもあるよという協定であり、逆に言えば情報提供を受けるために最低限必要なものでしかありません。機密性の高い情報を提供されるには、互いへの信頼や強く結びついた利害関係が必要となります。日本と隣国の間には弱い信頼と利害関係しかありませんが、互いがアメリカの同盟国であることがジーソミアを死活的に重要なものとしました。防衛省情報本部情報官や海上幕僚幹部指揮通信情報部長を歴任してきた伊藤俊幸元海将によると、日本や隣国はアメリカの情報システムを利用して情報共有を行っているそうです。日本はアメリカのシステムに情報を提供し、アメリカ日本の情報を閲覧します。隣国も同様のシステムでアメリカ隣国の情報を閲覧します。しかし日本と隣国がジーソミアを締結していない場合、日本が提供した情報をアメリカが隣国に伝えることはできません。両国がアメリカと締結しているジーソミアによって第三国への情報提供が禁じられているからです。
同協定によって情報提供国の承認を得れば情報提供が可能とされているんですが、それはアメリカが日本の情報を隣国に伝えるには事前に日本の承認を得なければならないことを意味します。これはアメリカからすれば非常に面倒な手続きでした。またアメリカは同じシステムを使ってアメリカ、日本、隣国の情報を閲覧できるわけです。有事の際、日本やアメリカ、隣国は共同作戦を実施しますが、その主体となるのはアメリカです。その作戦はアメリカが入手した全ての情報、つまり日系両国が提供した情報も使って立案されます。しかし日本から提供された情報を使用して米韓共同作戦を立案することは公式的にはできません。これも第三国への情報提供に相当するからです。まあ公式的にはできないだけでこっそりとはできますし、両国政府の承認を得れば公式的にもできますが、アメリカの負担になるのは間違いありません。隣国が日本とのジーソミア破棄を通告した時、アメリカが警告の決定に失望した、いや強い憂慮と失望を表明すると強く批判しましたが、そこには俺らの負担になるんだよという不快感もあったのです。隣国は日本への報復としてジーソミアを破棄しましたが、アメリカにも被害を及ぼしていたということですね。また日本と隣国のジーソミアは日本とアメリカ隣国の軍事協力関係の深化も狙ったものでした。ご存知の通り、日本と隣国には軍事同盟が結ばれていないので、手始めに情報提供時のルールでしかないジーソミアを締結し、3カ国の協力関係の基礎とするという目論みです。しかしその計画は隣国政府のジーソミア破棄によってご破産となってしまいました。感情的な外交政策によってアメリカの東アジア戦略が台無しになってしまったのです。アメリカが怒るのも当然のことでしょう。そんな状況で起きたのが隣国による竹島周辺での軍事演習でした。アメリカが怒るを通り越して激怒するのも当然だと思います。最近の両国の争いを踏まえると、タイミングや軍事演習が伝えるメッセージ、演習規模の拡大は現在起きている問題の解決に向けて生産的ではないという同盟国間の領土問題にしては非常に強い声明が、その怒りの大きさを伝えてきます。冒頭でもお伝えしましたが、これはアメリカが初めて示した例外なのです。そのためこの問題は当時の隣国でも大々的に報道され、隣国では大変大きな話題となっていました。その反応の一部をご紹介します。隣国の反応。トクトは警告の領土だ、なぜアメリカがいちいち文句をつけてくる。トクトはサンフランシスコ条約締結以前に李承晩ラインが決められている。武士も50年以上興味を持たず放置していた。日本が今更何を言ってる。生産的ではない。トクト演習にアメリカが口を出すこと自体生産的ではない。我々もアメリカに失望したぞ。アメリカは私たちと日本で問題が起きると日本の味方ばかりをします。今回もそういうことでしょ。同盟なんてデタラメです。アメリカのこのような態度を続けると在京米軍撤退も現実のものとなるでしょう。言葉には気をつけた方がいいですよ。以上のように隣国ではアメリカに反発する言葉が多く見受けられました。しかしトクトは警告の領土とは笑っちゃいますね。隣国は竹島に建物を建てたり住民を住まわせたり軍事演習を行ったりと一生懸命ですが、そんなことは国際法上一切意味を持ちません。無知って怖いですね。日本が竹島問題で我慢している理由とは、国際法上複数の国にわたる問題や紛争が発生した後に起きた物事は影響力を持ちません。現実的な問題はともかく、国際法では島に灯台を建てたから領土、島周辺を海上警察が巡回していたから領土といった理論は全て無視されます。隣国による竹島での施設建設や警備員の常駐などを一部の日本メディアや隣国メディアが領有権が強化された、実効支配を強めたなどと報じることがありますが、全く意味がないのです。また
隣国はしばしば竹島のような謎の島が記載されている古地図を発見し、竹島領有の根拠と主張しますが、こちらも国際法上では重要視されません。重要視されるのは領有の意思表示と領域主権の継続的かつ平穏な行使です。日本の場合、1905年に行われた竹島の島根県への編入が領有の意思表示です。それ以前の17世紀初頭から宇津漁島で漁業林業を行う町人らが竹島を停泊地として利用しており、竹島周辺でも漁業を行っていましたが、国家主権の意思表示としては微妙なところでしょう。幕府は町人らに渡海免許という公文書を発行していましたが、これは宇津漁島への渡航に関するもので、竹島に関してのものではなかったからです。そして日本は1905年以降、竹島におけるアシカ漁の許可や他の水産物の採取禁止令、アシカ漁への課税などを行い、行政権を行使してきました。これは領域主権の継続的な行使にあたります。ここで重要なのは、日本の行動に隣国を含めた他国が抗議を行っていないことです。他国が抗議した主権の行使は平穏な行使とはみなされません。竹島の島根県への編入、行政権の行使、他国からの抗議がないことによって、日本の領有の意思表示と領域主権の継続的かつ平穏な行使が確立したのです。なお、逆に抗議しなかった場合は相手国の領有を黙認したとみなされます。余談となりますが、これが国際法上尖閣諸島が明確に日本に所属している大きな根拠でもあります。日本は1895年に尖閣諸島を沖縄県に編入しましたが、中国そして台湾が領有権を主張したのは1971年でした。70年以上にわたって両国は日本に抗議していなかったため、日本の領有を黙認していたとみなされるのです。ちなみに日本政府が竹島問題について隣国政府に対して毎回遺憾の意を示していることも抗議にあたり、国際法上の意味を持ちます。また先ほどご説明した通り、紛争後の物事は影響力を持たないため、中国が尖閣諸島周辺の領海に海警局の船舶を侵入させることも中国の国際法上の立場を強化させません。現実的には様々な問題があるのは確かですが、国際法的には日本の立場を弱めないことは留意するべきでしょう。さて、話を竹島に戻すと、日本が竹島の領有権を有することは第二次世界大戦後の日本の領土を確定したサンフランシスコ平和条約の起草過程でも示されています。隣国はアメリカを含めた多くの国に、日本が放棄するべき地域に竹島を含めるよう要請していましたが、アメリカは竹島は警告領だったことは一度もないとして拒否しているのです。この拒否を行ったのがラスク国務次官補という人物で、その返答文書が竹島問題で品質するラスク書簡です。また2021年10月にはイギリス、オーストラリアも竹島を日本領と認識していたことが外交資料の調査によって判明しています。以上のようにサンフランシスコ平和条約においても竹島は日本領とされていたんですが、隣国は1952年に二松板ラインを一方的に設定。これはサンフランシスコ平和条約発効直前に行われた暴挙でした。その後隣国は日本漁船の拿捕や漁船員の抑留を行ったほか、竹島に海洋警察隊を派遣し同島を不法占拠しました。日系基本条約が締結された1965年には日系漁業協定が締結され、李承晩ラインは無効化されましたが、竹島の不法占拠は現在まで続いています。ただこの問題の解決には慎重な対処が必要となるでしょう。独立国家として他国に不法占拠された領土を奪還しなければならないのは当然のことです。一方で国家が国民全体の幸福のために国益を求めなければならないのも当然のことです。この2つが相反する場合、慎重な判断が必要となります。竹島問題を軍事力によって解決することは十分に可能です。しかしその場合、日本は
竹島での軍事演習を行った隣国よりも強い批判にさらされるでしょう。それは日本の国益となるんでしょうか。今必要なのは、日本が竹島問題を解決しても批判されない環境を醸成することです。アメリカだってイラク戦争を行う前に、イラクは大量破壊兵器を保有しているとの声明を繰り返し発信しました。隣国は頻繁に日本を非難しますが、日本政府もその返答として、その前に竹島の不法占拠をやめよというのはどうでしょうか。いかがでしたか。当チャンネルの感想ですが、日本政府には竹島問題を解決しても問題ないように国際情勢を誘導してほしいですね。それにしても隣国の竹島に対する執着心にはへきへきしてしまいます。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。じゃーん。